開幕戦でホームランを放っている3番ナディア・テイラー。ものすごい打球、ツーランホームラン、空気が一変、一気に1点差。昇格を果たそうと頑張る選手たちを後押ししようと、昨日までの3日間延べ4700人の前半戦を全勝で折り返したミナモは6日金曜日に行われたルネス紅葉戦